どうも、佐々木朝日のビログチャンネルへようこそ。はい、今日も東京ファッションウィークレポンの後半ということで、2ブランドのバックステージ、そしてショータイムの様子をご紹介していこうと思います。今日ご紹介をするブランドはどちらもインドネシアのブランドなんだって。エトゥとトトンっていうね、すごい可愛い名前なんだけど、インドネシア代表みたいな感じなのかな。2ブランド共同のショーでした。まあ、ホワイトペンシルでこういう風にインサイドをでちょっとフロスティーなアイシャドウで下をこういうものにして、太めなラインですね。でちょっと強いインテンスなグラフィックなメイクにしてます。リップはベージュをちょっと持って真ん中に軽く塗って、でちょっとプレートを回した後に最後にファンデーションで少しもうちょっと色味を消してベージュより、でもちょっとうっすらピンクっぽいようなベージュ、あとは指で馴染ませるようにする。最初から混ぜちゃうとまた違う感じなので、少しうっすらとこの下の側に入れてから動かして、少し外側に結構笑ってるところもあるですね。少し耳のところに動かして塗った後に、最後にパウダーブラシで肌とチークの間を馴染ませる。どこのブランドも一周してすごいシンプルだなと、普段のメイクでも取り入れられるなっていうような感じでしたね。普段できないおしゃれな経験をねさせていただきました。東京ファッションウィークお祭りでした。ということで今日はこんな感じで終わります。それじゃあまた明日、バイバーイ。